クライストカレッジカンタベリーは、ニュージーランド南東クライストチャーチに所在する私立、男子中等学校。クライストカレッジ正門入り口校舎と、中庭イギリスからの移住者のための私立学校として1850年に、リットルトンに開校。イートンカレッジをモデルに設立された。1856年に、現在の校舎が所在する。 クライストチャーチシティセンター西側のロールストン通りへ移転。生徒数は639名。そのうち約1、3は寄宿生である。黒と白の縦縞模様が特徴的な学生服を着用する。冬用学生服は黒のスーツタイプ。黒と白の縦縞模様の学生服を着用する生徒、イングランド国教会の信仰を持つ学校であり、 ニュージーランドのキリスト教系学校の中では最も古い私立学校である。ニュージーランドポリネシアオテアロアアングリカン教会に所属している。全生徒へ進学教育が行われる。1867年設立の教会を学内に所有し、ニュージーランドポリネシアオテアロアアングリカン教会から1任人牧師が派遣されている。毎週月曜と金曜に礼拝が行われ、 日曜礼拝へは、生徒の家族も3列が認められる。教会に所属する、聖火隊員は、約100名。聖火隊は礼拝への参加のほか、国内外の合唱コンクールへの参加多数。理事会は、会長のほか、フェローと呼ばれる、評議員、聖職長、会計責任権理事会付秘書で構成される。教員組織は、学校長のほか、副校長、 主観教諭、聖職者、カウンセラー、一般教諭で構成される。ニュージーランド国内においては、スポーツ競合校の一校として知られ、公立の名門校クライストチャーチ、男子高等学校とは、ライバル校関係にある。国際交流を目的に留学生を、若干名受け入れているが、その多くは日本を含むアジアから留学生である。文部領土に徹底し、学力。 スポーツ、芸術領域において、高水準の評価を目的としている。卒業生のほぼ全員が大学へ進学する。校内に博士号を持つ教員が数名在籍し、生徒指導を担当している。学力、学費は非常に高く、祖父、父と3世代続けて、同校の卒業生が多い。同窓会活動が活発で、クライストチャーチ本部のほか。 ニュージーランド国内の主要都市、オーストラリア、イギリスに支部を持つ。オックスブリッジのカレッジ制を採用しており、全生徒と教員は、ハウスと呼ばれる寮に所属する。ハウスは通学者用に6つ、寄宿生用に4つ存在し、それぞれのハウスには、生徒の生活支援を担当する専任職員と、寮長が存在する。一つのハウスの定員は、約60名。 1980年代までは土曜午前中も授業が行われていたが、現在はスポーツや演習、歩行などが行われている。春学期限定で有料制の学校見学ツアーを開催している。元教員、元生徒がガイドを務め、学校の歴史や石造校舎の歴史を解説する。ありがとうございます。